こんにちは、食チョコのさくらです。今日は長芋ときゅうりを使って15分で作れるだし風の一品を作りました。サラダのように野菜がたくさん摂れて、特に長芋は腹持ちがいいのにヘルシーで血糖値の上昇を抑えやすくしてくれるんですよ。簡単に作れるポイントもありますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速調理スタート。まずは今日の材料紹介です。今日使うのはこちら、長芋、きゅうり、大葉です。本来のだしってナスやガゴメ昆布を使うのですが、今回はだし風っていうことでこの材料で調理していきますよ。今回はこの半分の量、1人前で作ります。詳しい理由は後で詳しくご説明しますね。それでは最初にきゅうりの下処理です。今日は1本使います。だんだんあったかくなってくるときゅうりが食べたくなってきますよね。それはきゅうりが体を冷やしてくれる効果もあるからですよ。それではきゅうりを塩でごしっていきます。塩でごしることできゅうりの青臭さが取れるので、すっごい食べやすくなりますよ。軽く水で湿らせてから塩でごしっていきましょう。これは板ずりと同じ効果ですよ。きゅうりを下処理の時に塩もみするときは不要ですが、そのまま食べるときはこの一手間を加えるのがおすすめです。そうすると見てください、だんだん手が青くなってきますよね。これが青臭さの元なんでね。そしたらさっと洗ってしっかり水気を拭き取っておけば OK です。これでバッチリですね。そしたら調理場に戻って、大きめのボウルを用意してから、まずはヘタを切り落とします。ここは硬くてちょっと食べれないんでね。そうしたら半分にカットして、これを5ミリ幅ぐらいにカットしていきます。だいたい3から4等分ぐらいにカットすれば大丈夫です。ここのカットの厚みできゅうりの全体の大きさが決まりますからね。今回のだしは気軽に作れるようにきゅうりは5ミリ角でカットします。本来のだしはご飯と一緒に食べやすいようにもっと細かくカットしますが、今日はサラダ感覚でも食べれるのと、あとそこまでカットするのはちょっと大変なんでね。スライスしたきゅうりはまた5ミリぐらいの幅でカットして棒状にしていきます。きゅうりの棒状はこんな感じで OK ですね。全部棒状にカットができたら、これをくるっと横にして端から5ミリぐらいの幅でカットすれば、細かい角切りの完成です。これでキュウリのカット OK です。これぐらいのサイズがサラダとしてもご飯にかけても食べやすいので目安にしてみてくださいね。あんまり大きいとご飯にかけた時お米と一緒に食べにくいんでね。カットしたキュウリはボウルの中に入れていきましょう。次は大葉の下処理です。今日は5枚ほど使います。やっぱり大葉があると一気に清涼感が出てさっぱりしますよね。大葉はお好みでもうちょっと増やしても美味しいです。私は2枚ほど追加しておきますね。これもちろん倍量にしても美味しいですよ。大葉は根元の硬いところを取ってからビロビロしないように角切りにしていきます。今回のレシピは最低限の材料で作るだしをイメージしてます。なのでここにナスを加えたり、ミョウガを加えたり、オクラを加えたりしても美味しいです。オクラを加えるときはしっかり板ずりして産毛を落としてくださいね。そしたら生でも食べれますよ。大葉のカットはこれで OK です。カットができた大葉は先ほどのきゅうりと同じボウルに入れていきましょう。最後は今日の主役、長芋の下処理です。長芋は 200g 使います。この長芋がガゴメ昆布のとろみの代わりになるんでね。まずはこの表面についたおがくずと細かいひげ根を落としますひげ根残ってると食感悪くなっちゃうんでね。そうしたら水場に移動してアルミホイルでごしって表面の汚れとひげ根を落とします。いつも見てくださってる皆さんは、おいおいさくら、もうアルミホイルはもう見飽きたよって思いますよね。でもそれだけ皆さんのお料理スキルが上がってるってことなので、ちょっとだけお付き合いください。見てください、アルミホイルでごしるといい感じにひげ根も落ちますよね。長芋の皮は薄くてえぐみもないので、剥かなくても美味しく食べれるんですよ。なので無理してこうやってゴシゴシってこすると白いネバネバのとこまで出てきちゃって、ここまでこすらなくても全然大丈夫なんです。軽い力でさっとこすれば大丈夫ですよ。そうしたらまた調理場に戻って、さくらの長芋レシピにはおなじみのポリ袋を用意します。これ今日のポイントなんでね。そしたら長芋はきゅうりと同じように角切りにしていきます。でもこのままスライスするとグラグラして危ないので、横っちょを落としてからこの切り落としたところを底にして固定して動きにくくしてください。で固定しても長芋ヌルヌルして動いちゃうので、それでも十分注意して切っていきましょうね。切り方はきゅうりの時と同じですが、あえてきゅうりよりちょっと大きめにカットしてみてください。理由は後で詳しくご説明しますね。長芋を切る時は包丁をスライスさせるように切るとちょっとヌルヌルして切りにくいので、
真上から押すような感じで切る方が動かないので切れやすいですよ。ちなみに長芋は炭水化物ですが、消化がされにくい糖質を含んでいるのと、食物繊維が豊富なのでヘルシーって言われてるんですよ。長芋のカットはこんな感じで OK です。きゅうりよりちょっと大きいですよね。でもこれが今日のポイントなんです。長芋をきゅうりまで細かくするのちょっと大変なんでね。そしたらポリ袋の中に入れていきましょう。ここでもうまな板包丁は使わないので片付けちゃいます。長芋のぬめりは乾燥すると落ちにくいんでね、先にさっと洗っていきましょう。そしたら長芋を入れたポリ袋に戻って、袋の上をキュッと絞ってください。この時なるべく空気を抜いて絞ってくださいね。そうしたらいつも通り瓶や棒を使って長芋を叩いて細かくします。ここで細かくすることで長芋が崩れてすりおろしたようなトロトロの部分と、細かくカットしたシャクシャクの部分ができます。トロトロの部分ができるとサラサラっと食べることができますが、全部トロトロにすると食感が同じなのでちょっと飽きちゃうんです。これぐらいしっかりトロトロができれば完璧です。半分はトロトロ、半分はシャクシャクがちょうどいいバランスなんですよ。ある程度細かくしてから叩くと、叩く回数が少なくて済むので楽ちんなんです。なのでカットするときはきゅうりよりちょっと大きいぐらいにカットしておくと楽ちんなんです。あんまり強く叩きすぎると袋破けちゃうので気をつけてくださいね。これは一旦置いて、そうしたらボウルに戻ってここにタレを合わせていきます。酢大さじ 1.5、 白だし大さじ1/2、うつ口醤油小さじ1、濃い口でも大丈夫ですがちょっと色が黒くなっちゃうんでね、砂糖小さじ1、ここに塩昆布 5g、 これで全体の味を決めます。旨味もギュッと詰まってるんでね。そうしたらきゅうりと大葉にしっかりタレをなじませます。ここできゅうりと大葉にしっかり味をつけてから長芋入れないと、長芋にタレが持ってかれちゃうんでね、ここでしっかり味をなじませる必要があるんです。しっかりなじませたらここに長芋を戻して、長芋を入れたらさっくりとなじませます。ここでしっかり混ぜすぎるととろろが泡立ってきちゃうんでね、さっくりで大丈夫です。今回はサラダのようなみずみずしい食感を大事にしたかったので、あえてきゅうりを塩もみしませんでした。きゅうりの水分を残しておくのはみずみずしさが活かせるメリットがあるのですが、時間経つと水分が外に出て味がボケてきちゃうデメリットもあるので、常備菜ではなくなるべく作った分食べきるスタイルがおすすめなんです。そしたらここでぜひ味見をしてみてください。きっと素材の味が楽しめるような仕上がりになってると思いますよ。うん、うん、うわ、これでサラダのようにもりもり食べれるだし風の一品の完成です。味もしょっぱくないのでサラサラ食べれますよ。それでは盛り付けていきます。今日は山形のだしをオマージュしたパッと作れる一品を作りました。おつまみにしてもいいですし、ご飯にかけても、そうめんやうどん、豆腐にかけても美味しいですよ。きゅうりも長芋も体にいい成分がたっぷりなので、ぜひ取り入れてくださいね。それでは、いただきます。うん、トロトロでシャキシャキ、食感のコントラストが最高なんです。うま。おすすめの味変はもちろんわさび。味付けの時に混ぜちゃうと風味が飛んじゃうので、食べる直前にさっとあえて食べるのが美味しいんです。もし余って常備菜にするときは味がボケちゃってるので、白だしとお酢で味を見ながら調節してください。それでは今日もいただきました、グーです。それではまた会いしましょう。食事処さくらでした。しっかり食感があるので、ご飯のお供でもおつまみでも最高です。ぜひ取り入れてみてくださいね。バイバーイ。